ミッキードリームは日本の競争馬である。馬名の意味は冠名夢。主な勝倉は2011年の朝日チャレンジカップ。2007年のセレクトセールにて野田水希が5000万円で落札。2009年8月23日、小倉競馬場の新馬戦でデビュー。和田隆二を安城にリルダバルの三着に入る。三戦目の未勝利戦で初勝利を挙げる。 三歳となり年明け初戦の副受賞特別では、初の一番人気となるが、三着に敗れる。続く、椿賞ではゲシュタルトを1.1、4場審査で抑え一着となる。次戦は、初の重賞競争となる毎日杯に参戦する。ここでは、ルーラーシップリルダバルダノンシャンティと競合が揃った、こともあり五番人気となるが、ダノンシャンティの二着となる。クラシックを期待されたが、 このレースで骨折してしまい、残りの3歳シーズン前期を余儀なくされる。復帰は2011年2月27日の中山記念。果敢に重症挑戦したがビクトワールピサの11着と、乾杯。続く 3K 大阪杯でもヒルノダムールの9着と、全く見せ場なく敗れる。しかし、事前、当時ステークスでは2着に入り、骨折の影響はないところをアピールする。 その後、1000万下、1600万下を一番人気で、連勝し、再び重賞戦線に戻り、G3 朝日チャレンジカップに挑む。最後は、栄心 G ラインに迫られるも、花さしの意で勝利し、重賞初制覇を飾る。自走は、天皇賞を見据えて、毎日王冠に出走。G1 馬もいる中で、ダークシャドウの三着となり、本番。 天皇賞を迎えるが8着と敗戦。続いて、マイルチャンピオンシップにも挑戦したが9着となり、このシーズンを終えた。次シーズン以降は未勝利。2014年4月には、ダートのアンタレスステークスにも挑戦したが、11着と惨敗し芝に戻っている。中京記念を得意としており、2012年は4着だが2013年2014年と2年。 連続2着となる。2015年7月26日の中京記念14着を最後に現役を引退、埼玉県本庄市の春ホースクラブで乗馬となる。ありがとうございます。